道場三室線道場三室線は埼玉県埼玉市桜区道場4丁目から同市緑区柴原1丁目へ至る埼玉市の都市計画道路である。埼玉市の東西を結ぶ4車線道路として建設中であり一部がすでに共用されている。完成すると羽倉橋から大谷城、高木線を経由して浦和インターチェンジまで直線で結ばれる。 1963年8月12日に都市計画決定した路線。越谷浦和バイパスと国道463号本線の北浦和駅入口交差点異性は片側1車線の国道17号を介してクランク上に接続されていたが、2020年時点では道場三室路線は時は7丁目交差点伊東は越谷浦和バイパスとして開通済みであり、 時は7丁目交差点異性は、埼玉県道57号埼玉コ野線のバイパスとして、世の中央通りと交差する中央区王と伊藤が開通しているため、越谷浦和バイパスと国道463号本線の鈴谷交差点異性は、国道17号を通らずに接続することが可能となった。浦和駅周辺の渋滞を解消する4車線の環状道路計画の一部となっている。 埼玉市は南北に発展していった経緯から東西を貫く大通りはこれまでなかった。埼玉市を東西に貫く4車線道路が開通することにより渋滞解消が期待されている。世の中央通りと交差する中央区王と伊藤が開通したことにより以下の効果があった。先大通りも国道十七号と同じくしばしば渋滞が発生する道路であるが道場三室線は 起点で埼玉県道57号埼玉河野栖泉県道と結ばれる予定で道路線は4車線の浦和所沢ワイパスと交差しているため最終的に越谷浦和ワイパスと国道463号本線の河王久保交差点異性は先を通りも通らずに接続することが可能となる。また全線で4車線化されることから所要時間の短縮。 先ほど通りの渋滞緩和が見込まれる。越谷浦和バイパス道場三室線埼玉県道57号、埼玉港の支線浦和所沢バイパス。ありがとうございます。